ジロサコン、なぎさです。はい、ということで今日なんですけど、女性ホームレスの方が長年放置し続けたゴミ屋敷をね、先日見に行かせてもらったんですけども、今日はね実際にあの家を片付けて綺麗に仕上げようということでやってきました。まあ、今日もね先日来ていただいたなんでも屋ちゃんの玉置さんに来ていただいて、水道をね直していただくんで、まあ、我々はノグネーの家の掃除に、ね、徹するということでやってきました。まあ、玉置さんもうすぐ来るらしいからちょっと待ちましょう。はい、でかすごい。玉置さん、こんにちは。おはようございます。こんにちは、おはようございます。これで来てくれたんですか。来ました。すごいすぎる。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで着替えました。なんと今日はねもう本気で掃除するということで完全武装でね、はい、行きたいと思います。あれ玉置さん、僕はこれが清掃の作業服なんで。あ、そうなんですね。玉置さん、これ大丈夫なんですか。これこれはいつもの格好なんで大丈夫です。頼もしいね。はい、今日はこちらのストレッチマンスタイルやっていきたいと思いますんで、それじゃあいきましょう。デンジャー。今ね、あの玉置さんがマスクくれたんですけど、うん、今回ね行く場所がゴキブリの死骸ももちろんなんですけど、ネズミの糞とかがすごいいっぱいあったんですよ、うん、でネズミの糞って、まあ後でもちょっと説明するんですけど、体に、うん、とても有害なものが入ってたりするんで、このね活性炭が入ったマスクを使うといいよっていうことでいただいたんで、もうほんとこれで完全防御、うん、3匹の小豚じゃないですからね。あの家建てないです、片付ける方ですからね。はい、じゃあ早速行きたいと思います。はい、なんかあれだ、窓が開いてんね。本当だ。え？何これ？こんなの前あったっけ？なかった。バナナと。バナナとアボカド？うち湧いちゃってんじゃん。何になるんだろうこれは。肥料？ちょっと後で聞いてみようか。うん。じゃあ早速行きたいと思います。水道直しに来ました。まあ直すの僕じゃないんですけど。玉置さんなんですけどね。すいません。こんにちは。ノグネ、中行って大丈夫ですよ。いい？うん、ね。今から行きますから。すいません。なんかちょっと匂いがきつくなってるな。やっぱりちょっと食べ物がさ、ちらほらあるから。こうちょっと虫もさ、うん、美味しいものがいっぱいあるといっぱい出てくるんだね。だって冷蔵庫がないから、マジ大変だよ。今日は玉置さんがまず水道を直してくれます、うんうん、で僕たちは掃除と、うん、あとまあいらないものを廃棄したりとか、うん、そういうことをやらせてもらうんで、うんうん、よろしくお願いします。こちらこそ。ちなみにそのノグ姉が取っておきたいものとかどうしても捨てられたくないものとかをやっぱり捨てたくないので、これは捨てちゃダメとか、うんうん、もちろんもちろん相談しながらできたらと思うんですけど、うんうん、いいですか。うん、はい、よし。すいません。どうも。ノグネ、今日トラック3台で来てくれました。だって捨てるもんそんなにないんだよ。そんなにないの？ないよ。いるから置いてあるんじゃん。まあそうだけどね。うん。まあちょっとその辺はさ、一緒に相談しながらやりましょうよ。うん、玉木さん、この水道お任せしていいんですか？そうですね。水道僕がやってるんで、うんうん、はい、その間水が使えないんで掃除ができないと思うんですよ。いや、掃除ったって、一応現状、吐いたり、掃除をしておかないと体にも害があるんで、うん、一応現状としてこの前ちょっと写真撮らせてもらったんですけど、こっちの部屋に僕その時は感じなかったんですけど、お父さんご自身から仏壇がありますよね、うん、仏壇があるところで写真がちゃんと綺麗で写れてないんですよ、うん、それってなんでかって、やっぱり怒ってるのね。そうなんですよ、うん、分かりですよね。うん、うん、分かってるよ。主人がいるところ日に当たってないから、うん、奥さんに当たってちょっと日に当たらせてくれよとか、そういう訴えを訴えてると思うんですよ。だからそのためにもやっぱちょっと綺麗にしてあげたいんで、まずはとりあえず任してくださいって言ったんで、僕らに任してほしいんですよ。でいらないものはいらないもので、僕ら今日撤去しとるんで、これはいるとは聞いてくれると思うんで、うん、ここでゆっくり寝れる状態で、うん、ご主人が「あ、綺麗になったね」って、よかったよって言われる状態に持っていきたいんですよ。そうなんだ、はい、うん、やっぱりそうなんですよ、怒ってるね。はい、だったんで、言ってるんだ、はい、だからまあ今日ちょっと綺麗にして寝やすいように持ってきたんで、いいですかね、それで。すいませんけど、はい、
お願いします。お願いします。もうそんなにないってこと。捨てるものなくても、うん、あの整理整頓さえすれば、うん、そうこっちの部屋がそれでね、ちょっと暗いからね、この部屋確かに、うん、畳今日持ってきたんで、綺麗になったら、うん、ご自身と一緒に寝れるようにこっちで用意しますから、うん、今日はすごい。マットも持ってきたんで、だからそのマットで今日ゆっくり寝てください。ちょっと涙が出そうだよ、なんか。そうだね。ちなみにノブネの旦那さんは綺麗好きだったんですか。綺麗好きで。そうなんだ。じゃあ合図だったのかもしれないね。とりあえず出るまで仮眠しとくね。あ、すごい明るくなった。めっちゃ光が差し込んだよ。旦那さん喜んでるといいな。そうですね、うん、じゃあまずは2階からやっていきましょうか、うん、ここすごいね、ここ。うわやばい、これ何。ゴキブリが何匹死んでんだろう。いや、生きてる。あ、生きてるのもいるの。動いてる。ここの中に入って見れなくなっちゃったの。これだよ、これやばいよ。水道直ってもさ、これじゃ絶対お風呂入れないから。ここも綺麗にできたのに。すごく綺麗だもん、周りは。いや、こんな初めて見たよ、これ。ゴキブリも死んじゃう。え、こんなのあったんですか。ネズミが上がってってる。ネズミが上がってってる。え、ちょっと見てみていいですか。わあ、すごい、この屋根裏超ジメジメしてる。あ、本当だ、なんかネズミの糞みたいのもなんかありますよ。玉木さんの言う通り、多分ここに上がってる可能性大ですね。ネズミが結構糞が多いんですよ。本当、これ見て。やばいっすね、これ全部糞。糞です。これは吸ったらまずいっていうの。うん、ネズミの糞って、まあ、それ何が危ないかって、サルモネラ菌っていうのがあるらしいんですよ。で、そのサルモネラ菌っていうのがネズミの糞とかを介して人間が口に含んじゃったりとか体内に入れちゃうと、サルモネラ症っていう吐き気とかそういう症状を引き起こす病気につながるんですよ、うん、で特に高齢の方なんかだと、このサルモネラ症で重症化して命を落としてしまう危険とかもあるん でこれはもう急いで撤去しないと、うん、ここに実際住んでるノグネが高齢でいらっしゃるから絶対やんなきゃダメだね。すごい、ゴキブリの卵。え、これゴキブリの卵。これはネズミじゃない。ネズミの卵。ネズミの糞。ネズミの糞。ネズミの糞だな。ノグネにこう理解してもらわないとね、その辺。そうだね。なんかちょっと調子悪いなと思ったら一回外に出てください。怖いもんね。うん、ちょっとずつ休憩した方がいいかもね。二人とも弱音絶対吐かないからさ。これどっから手つけたらいいか分かんないな、これ。ね。これもすごいよ、これ。完全にゴキブリの死骸とネズミの糞。なんか奥様の指示に従ってお片付けしましょう。角の部屋から順番に行くところで、はい、大物、はい、こっちブルーシート持ってきたんで、中はちょっとね、ノグネさんにちょっと見ていただいて、これあの前回玉置さんがこの中にネズミがたくさんいて、うん、巣として使ってたよっていう穴が開いてるベッドなんですけど、見てこれ何なんだろう。こんだけネズミが大量に住んでる可能性ある。あるよね。これがネズミが入ってる。で、住みかになってて、この中に住みやすいからね、入って、で、今の餌もないから出て行って、ここにはもう住めないって言って、他のとこ行ってるって。だから早めにこれは撤去した方がいい。そうですよね。一見さ、ちょっと汚いだけのベッドなんだけど、うん、これ中身がどういう風になってるか、見るだけ見てみようか。そうだね。こういう感じでさ。そうでしょ。危ない危ない。どっかに発泡スチロールがあったのかな。この中じゃない、中綿。中綿もしかして、うん、本当にネズミが入って侵入したことになるよね。うわ、すごい奥まである。うわ、裏やば。うわ、これいないいない、多分いないね。埃りすごい。こういう感じですか。でもなんか、あ、でも中はそうでもないか。よし、じゃあやっていきましょう。中に入ってるじゃないですか、うんうん、お洋服とかも、うん、もしお気に入りのね、物があったり、一応開けておきますので、うん、はい、僕ね、はい、この食器はさ、うん、もう大丈夫だよね。はい、あ、いらないかっていうこと。うん、いる。そう、なんかないのが困ってんだ、うん、これめちゃくちゃやらなきゃいけないと思うんだ。これもう多分ネズミとかが、うん、ここをね歩いたりおしっこ垂らしたりしてるんだと思うんだ。うん、もちろんね。そうするとね、僕ね病気になっちゃうのよ。やっぱさ、これは一回さ処分して、もしさどうしても必要なんだったら僕たちあの用意するからさ。食べ物はね
あの古いの肥料にしたい。肥料？うん。いいね、うん、下に置いてあったバナナとかのアボカドもそのためなんですかね。あれは木になる。一旦でも分けるだけ分けちゃいますよ。うん、ね、ここの下のところ、はい、ここにちょうどあるんで、はい、ここをちょっと切り抜きます。ちょっと大きい音出ますね、噴射してるって感じなんで、これを1本交換します。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ね、マスクあるんですけど、マスクした方がいいんじゃないかな。そうだね、うん、今持ってきますよ。マットの人はね、意外と綺麗。本当だ、マットの人すごく綺麗だね。なんかね、マスクしました。はい、あ、座椅子はもういいよね。楽しいね。この家にね、椅子がたくさんあるから。椅子ある？うん、結構いっぱいあるから。じゃあ、か、ありがとう。うん、結局これもう必要ない。だって困らないんだ。空いてるから、じゃあこれは捨てちゃうね。うん、うん、すごい。なんでそういうとこ行ってんのよ。じゃあ、あなたの綺麗すんだよ。これは、下行こうか。ネズミの尻尾が。本当だ、牛めし。66年、1966年の牛めし。牛めし、なんかネットオークションとか見たらとんでもない金額になってる可能性とかない？ねえ。だってこの日例ってさ、これ多分あれでしょ、今もある、冷凍食品。そうそうそう、それのまだ缶詰やってる時代ってことでしょ。確かに、こういうパッケージだったんだ。すごい。取れた。すごい。生ゴミ処理機があるの。生ゴミ処理機があるの。それをさ、お友達に貸してあるから、それを今度米ぬかと合わせて肥料にする。これ、うん、そこでいいよ。うん、やるから。やってくれる？うん、任せて。すいません。うん、僕ね、とにかくジャッジすることでいい。自然神経と、それで、うん、窓際にいた方がいいですよ、多分。うん、うん、もういらないものとこ指示してもらえるのかね。うん、うん、じゃあ僕ね、これは、うん、いいよね。だいぶカビが入ってる。わー、これ何？野菜かな。野菜？野菜？うん、もう野菜取れちゃってる。うん、取れる、取れる。もうやめよう、これは。やめよう。これはパンドラの箱だよ。こうやってやるみたいな。こうやって見てよ、この下の床。綺麗だもんね。おお、うん、嬉しそうだね。うん、こうやっちゃうのか。うん、もうすごい、もうでね、立派なお家ですね。これじゃあちょっとこうやって上上げればいいのかな。うん、あ、でもね、まだ生きてるよ。やっぱまだ生きてる。ご自分がたくさんいるんだ。たくさんいたね。これさ、もうこのままくるんで、もう袋に入れちゃおう。うん、うん、あ、それ何？どれ？何だろう。だから分からん。ちょっとじゃあ今袋持ってきますよ、今。うん、うん、うん、あ、こんな床綺麗だもん。ほら、いい家だ。すごいよ。まあね、ちなみに、うん、この部屋は誰の部屋だったの？私。あ、ノブネーの部屋だったの？いつの間にかノブネーの部屋でなくなっちゃったの。かじられてる。うん、あ、そうですよ。外出さないよ、しっかりくれる。ゴキブリを手はかけちゃうからね。殺したいんだけど、こっちにいるの。逆だね。じゃあゴキブリは全部始末していいよね。うん、うん、これは何か思い出ある？小物とかなんかをこう置いとくみたいな。うん、使いたい、使いたい。うん、これは取っとくよ、じゃあ。うん、うん、このネットは捨てちゃうね、じゃあ。外側でさ、フンとかいっぱいついてる。うん、うん、ね、このじゃあサンタさんだけ取っとく。うん、うん、こっちの方から行きましょうか。うん、意外とこうやっぱはっきりしてるよ。うん、全部が全部取っときたいってわけではないね。やっぱりこう思いのあるものを残して、うん、それ以外のものはもうバンバン、ね、持ってきましょう。うん、お、もうこんな時間。すごい、立派な時。
れはなんか大切な時計なんですか？いや、特別そうではないけど、時計がないんじゃ。時計ないのこの家？ないよ。じゃあ、取っとこう。下にも財布。財布？財布だよ、これ。中身入ってんの？入ってないでしょ。抜くね。入った？入ってない。結構暑いから、まずみんな、伊沢も全然、ね、中継、うん、6年とか、ケピちゃんが一番ね、この陶芸の瓶、何入ってんだろうね、何もないから、いる、うん、これで最終的に全部見渡してみて、うん、これは使わないなと思ったら、それはまた改めて必要か、うんうん、何でしょうか。梅酒。梅酒ね、うん、これはそれはわかんない。これはね、味噌か。あ、味噌か。あ、味噌だ、味噌。でもこれよくかびちゃってる。うんうん。これはもうやめよう。うんうん。これももういいね。うん、いいんだけど、土に返す。土に返す。うん。じゃあ捨てる時に、僕たちが土に返してたんやろうか。うん。ね、一緒に土に返しましょう。うん。一緒にやって。うん、すごくいい。だからその、僕ねはさ、この部屋を普通に使ってた時は、どういう時にこの部屋使ってたの？今と同じで、セミが行って、うん、家に帰ってきてご飯食べて寝るだけで。この部屋はどういう時に使うんですか？寝るだけ。あ、寝るだけ。ノブミの部屋、結構お酒がいっぱいありますね。こんなもんじゃないやんた。もっと？もっと捨てられちゃってるよ。あ、もっとあったんだ。で、これいらないよ。カラーでしょ。ほんとだ、カラービンだ。あとで捨ててみます。弱いんだけど、少しが美味しい。あ、たしなむってやつですね。うん、じゃあ、取っとくよ。服なんかいらないじゃんよ。なんだか。箱いらないのね。服なんかいらないじゃん。あ、活性酵素。へえ。これは新品じゃないか。あ、新品だ。うん、これは取っとくじゃん、酵素。うん。僕ね、これはさ、うん、もうやめとこうか。うん、やめるけど、うん、味噌だから。あ、土に返す。返す。酵素だ。ここは食べ物コーナー。すごいね。2008年1月じゃん。土に返そっか。15年過ぎてるよ、なんかね。我々、燃えるゴミ、燃えないゴミ、缶とかね、あと土に返す、このゾーンができましたんで。結構綺麗になったよ、ここ。すごい、そこが見えてきた。よどみはあるのはあるんだよ。よどみね。こんななる？ないね。みかんジュース。うん。土に返す。土に返す。うん、初めての妊娠と出産。これノグネが読んでたんですか？読んでないそれ。あ、読んでないの？ノグネはちなみに何歳の時にお子様生まれたんですか？29。29。うん。なんだこれ？これは。守り神だ。文鎮じゃない？文鎮って何？阪神とかの。阪神よね。ああ、こんな文鎮あんの？これ最近脱退したあの関口メンディーさんにちょっと似てない？え、これメンティンじゃん、これメンティン。これはちょっとさ、取っとこう。どうですか？あ、どうしよう。ありがとうございます。薫も大丈夫？大丈夫？大丈夫じゃないよ、これ。大丈夫じゃないの。いるかいらないやつをチェックしていきましょう。中身なんだろう。洋服うん、うん、何もないんだもん。洋服着るに決まってるじゃん。何だ、さすがにのぐね、これ洗ってもシミは取れなさそうだよ。うん、大丈夫よ。これやばいの。あ、ほんとだ。うわー、すっごい、これ砂糖、これ、うん、これダメだね、さすがに。お腹壊しちゃうもんね。うん、今ね、ちょっと材料をちょっと買いに行ってる間に僕が掃除してたんで、はい、これがもう汚れてたってことですよね。はい、汚れてる。はい、綺麗になりました。本当だ、すごい。うわ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 、穴開いちゃってますよ、これ。ネズミがかじったのかな。うわ、もう中もなんかゴキブリの羽とかね、カスとか虫とかいっぱい入ってるわ。これはもう使えないですね。これが空になったらでかいぜ。お値打ちの可能性あります。何でも鑑定団とかこれ出したら。じゃん。1円。痩せたい人は食べない。こんな当たり前みたいなこと言うの？これ見て。
これ賞味期限20年10月って書いてあるんだけど、この20年ってあ4年前かってなるんだけど、平成20年だということが分かるんだよね。もう10年以上前。ついに地面が部屋の角が見えました。ついに、よし、だいぶ見えてきた。じゃあ一回ちょっと休憩させてもらいましょうか。じゃあちょっとここね、うん、一番ちょっとすごいね、ここが、うん、キャベツなんかもあるかもしれない。キャベツ、そう、やばいよ、それはやばい、やばい、見なくてもいいよ。あ、そうだ、ちょっと貸して、ちょっと、これ、あ、大丈夫、ちょっと貸して、持てるんだけど、ちょっと貸してっていうの。何するの、輪ゴム欲しいの。輪ゴム欲しいの。そう、これ汚いよ、この輪ゴムだって。洗うからいい。そっか、これ何のお弁当なんだろう、これ。それ白米のお弁当だった、うん、うん、あ、匂いがすごいね、うん、分かってるもん。この袋に入ってるやつは全部そうかな。これもダメだ、匂いがすごいもん。黒ゴミだね。あとはそうでもない、うん、いや、これね、あとはそうでもないの。ほら、新しいやつだから、うん、これ、みかんでしょ。虫だらけになってるから土に変えそう。僕ね、これ問題はね、袋を変えなきゃいけないのよ、うん、袋を変えないと腐ったエキスとかが漏れちゃってるから、うん、なんか袋をさ、変えようよ。これにさ、使えるものは、うん、食べれるものは普通に入れようよ、新しく、うんうんうん。どうするって感じ。貝箸、貝箸ね、取っとくか。うん、入れてる、うん、いいよ、この中でいいって。なんかね、脱ぐないけど濡れてるな、なんかね、使えないよ。じゃあ、洗って乾かす。洗って乾かす、うん、そう、すごい。そう、だって買わなきゃなんないの。炊き出しに来てさ、袋欲しいんだよなんて言われれば、うん、全然渡すんだからさ、うん、これちょっと汚れちゃってから捨てるね、これは、うん、これもさすがにダメだ。中側もね、合うよ。洗ってるんだよ、いつも。中側わけ。マスク洗って使ってんの。あ、そうなの。そうよ、まあ、そうなんだけどさ、これはね、使える。マスクは取っとく、うん、袋も取っとく、うん、で、食べ物食べれるやつはここに入れとく、うんうん、で、食べれないやつは土に返す、うんうん、僕たちこの流れで今ここを片付けるから、うんうん、多分このペースだったら明日の朝ぐらいになるから、うん、このままプラス、プラス。このネギ捨てないで、植えたいの。あ、すごい、植えたいの。長ネギにお花咲いてる。お花じゃない、種になるの。あ、これいいじゃない。あ、すごい、電子レンジがある。ご飯食べれるよ、これ。うわ、いいじゃない、ちゃんぽん生タイプ。いいですね。ねー、賞味期限がまだまだいけます。がっちり。もらってたばっかだもん。これなんだろう。あ、文化遺産だ、胃薬。これ何も入ってないよ、これ。食べ物のゴミが結構多いんだね。だからやっぱ小映えが出ちゃってた。うん、外側だけでいいよ、うん、中、これは使えるよ、うん、で、こう、中側ね、中側、うん、中側家、うん、中側家取って、うん、中側家取って、外側やられちゃった、うん、うん、このカバン、おお、すごい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 、さすがにびっくりした。ちょっとびっくりしてた。びっくりした。不意打ちだったね。不意打ちだった。今、ゴキブリ。いや、何もいなかった、うん。このカバンは付属が欲しいんだよね。付属ってファスナーとか。ファスナーだけってこと。作るファスナー、そういうことですか。上にも毛だけがいっぱいあって、へー、なんかこう再利用するって。じゃあ取っとく。うん、うん、うん、あー、またいた。え、いたよ、ほらほら、本当だ。嘘、あ、よかった。来てますよ、社長。あ、危なかったよ、ほら。危なかった。ゴキブリも友達、ゴキブリも友達、仲間。これは使えそうだね。これをさ、お酒さんの花瓶にしようかなと思って。いいじゃないですか。よかったじゃないですか、見つかって。いや、ここにあるの分かってたの。あ、そうですか。見つけたわけじゃないですね、うん、私が、うん、そう。私の功績じゃないですか。そう。あー、これとかもすごいな。ゴキブリの中にいるもん。マジ？ほら、小映えも。いる？輪ゴムね、うん、うん、もっとかびてなければ土に埋めたいけど、うん、あ、じゃあ土に返そうか、これ、はい、すごいね、一個一個丁寧にもらってみてくんないから、うん、うん、そうだよね、こうやって、うん、その中身までみんなしっかり見ないで、行政の人は。そうでしょ、だから本来その捨ててほしくないものが、うん、そう、その捨てられちゃうんだよね、うん、そう。でもそうするとさ、ノブネーもさ、だんだんこう人に頼るのがさ、嫌になってこない。もちろんよ。そう、
そうやってこう人に頼るのが嫌になってくると自分だけでやろうって溜まっていっちゃうんだよね、うん、僕ねはこれからさもっと人に頼っていこうよ、僕たちが助けるから。今までは助ける人もいなかったのよ。本当、あっちやって、おお。どうしたの。いいですか。これなんですか、うん、これキャベツか。キャベツなんかもあるかもしれない。キャベツ、そう、おーすごい、これキャベツ、うん、ってかほうれん草みたいな感じかな、うんうん、マジで待って、一瞬待ってほしい。これはもうさ、そのまま捨てちゃうよ。うん、もう容器も取り返しがつかないことになってるから。水が動いた、動いた。あ、玉木さん、水が動いたかもしれないって。あ、本当ですか。行ってみようよか。ちょっとじゃあ、この人、ほら、すごいね。うわ、めっちゃ綺麗になってきた。あ、すごい綺麗。結構綺麗になりますね、うん、はい、ということで、はい、結構綺麗になったんですか。床が見えてきた、色も白くなってきた。そうだね、うん、この玄関がさ、もうあの状態だと、うん、一番迷惑かかるのは隣の人だから。そうだね、ここはちょっとなんとか保ってもらいたいよね、うん。こちら、アフターですよ。はぁ、お疲れ様です。いや、なんとかね、協力して、うん、ここ、綺麗になりました。すごい、こんなに広かったんだね、うん、めちゃくちゃ綺麗。あ、少なくともここに物はもう置かないようにしてもらえたらと思うんで、うん、次行きましょう。はい、ちょっと暗くなってきたしね。ね、うん、写真がちゃんと綺麗に写れてないんですよ。え、それってなんでかって、怒ってるの。そうなんですよ、うん、怒りですよね、うん、分かってるよ。いや、旦那さんも怒るよ。そうだね、あ、眠れないでしょ。あ、僕ね、さ、この家さ、引っ越すのとかどう。この広さをさ、信根一人が管理できるなんてとても思えないんだよね。そんな嫌だね、うん、あ、やっぱ嫌なんだ、うん、どうして嫌って思う。入りきらないよ、自分の持ってるものが入りきらないってこと、うん、でも息子さん何も言わないの、この家見て。言わないわけじゃないけど、そんなほとんど言わない。あ、そうなの。うん、これさ、旦那さんさ、うんうん、今なんて言ってる今。ちょっと頑張って綺麗にして。間違いない。相当綺麗好きだったんですね。うん、僕挨拶してもいいんですか。うん、初めてでしょ。
ありがとうございます。あのね、お前にしては綺麗に片付けたじゃないかって言ってた。あのね、よかったね、今日は。よかったね。よかったですよ。もう、ほんと玉置さんとね、みんな協力してくださって、なんとかね、この11時過ぎです。よかったじゃないですか、こんな綺麗なベッドで。こんだけ、なんとかさ、ここまで今綺麗になったからさ、もう、絶対散らかすのはやめようね。ね、まあ、全部さ、きっとノグレイにとっては思い出の品だと思うんだよ、こういうものって。でもさ、今日、ノグレイの目の前にさ、人生で一番思い出だった方とのつながりが今また復活したわけよ。旦那さん隣にいるから。その日々をさ、また新しい思い出にしていけばいいんじゃない？ありがとう。ね、うん、オッケー、じゃあ、そろそろ行きますね、うん、ありがとうね、遅くまでね。うん、行きましょう。ありがとう。ね、ゆったり。